ね、なんかそう、なんかコメント欄でね、もうそうだし、ツイッターでもそうなんだけど、なんかね、結構皆さんの清楚って言ってくれるじゃないですか。いや、前の配信でも話したけどね、風間、清楚、あんまり清楚だと思ってなくて、本当に清楚だと思ってなくて、デビュー前もね、なんか、あれだよ、なんかどういう感じでやっていったらいいんだろう、挨拶したらいいんだろうなーってずっと考えてて、なんか清楚だと思ってた、元気な感じだと思ってたのね、自分で。あ、まあ、風間元気は取り柄だし、ほら、リングフィットアドベンチャーもめっちゃやってるし、多分体力があって、こうね、元気だから、元気な感じで行こうって思ってたら、なんか、清楚ってなってて、あんまり自覚がないでござる。ちょっとお茶飲もう。風間から見ると、例えば、こゆちゃんも清楚だし、あのね、ラブ殿はね、まあ、かわいいかわいいお子様でしょ？で、ルイネはお姉さんなのよ。そう、お姉さん。で、こゆちゃんはすごくやっぱ清楚、女の子らしくてかわいいし、で、坂本もすごくさ、なんて言うんだろう、守ってあげたくなる感じでかわいいじゃん？風間元気な感じで、みんな清楚だと思うでござるけどな。どうなんだろう。いや、すごく清楚だと思ってるみんな。クロちゃん清楚だと思うでござるよ。クロちゃんも清楚だよ。クロちゃんって呼んじゃった。クロちゃんって呼ぶの恥ずかしいんだよな、なんか。坂本はちょっとなんか変態かましてくるから、なんとなく坂本って名字で呼んでるでござる。でもね、裏だと何回かクロちゃんって呼んじゃって表で出さないように気をつけてるんだけど、ちょっと恥ずかしいんだよな。そう、みんな清楚だと思うよ、ドッキーのメンバーは。